こちらのペンライト、この特殊な光を当てると虫歯の原因となるプラークが見えちゃうんです。今回はこのような最新技術を使ってビジネスを立ち上げた企業を応援する取り組みを紹介します。熊本県の企業が開発したデンタルライト、商品の販路拡大を目指していたところ、山梨県の携帯ショップフォネットで店頭販売することになりました。実はこの2つの企業が結びついたのは山梨県の支援プログラムを利用したからなんです。このプログラムは新しい技術やアイデアでビジネスを展開するスタートアップ企業を本県へ誘致し、山梨県の産業の発展につなげようと昨年度スタートしました。この支援プログラムは山梨で事業展開を目指すスタートアップ企業に対し、専門家によるレクチャーやサポート、県内企業とのマッチング支援を行います。支援を利用したハッピー代表小山さんに話を聞きました。非常に短い期間ではあったんですけど、まあ、山梨県内の多くの方々と接点を持ってたということは非常に良かったなと思ってます。で、今後に向けましては単純に物を提供するだけではなくて、まあ、事業だとか業務提携、こういったのを目指していければと考えております。一方、ハッピーと連携した県内企業フォネットでは、この商品販売をきっかけに歯の検診イベントの企画を進めていて、新規ビジネスに発展しています。このスタートアップの企業様との連携をさせていただけるチャンスを得て、本当に我々はぜひご支援したいと思いました。で、このハッピー様との連携によって我々も本当に新しい刺激を受けています。このように県の事業で支援を受けた企業は8社、新たなビジネスを展開しています。県は今後もスタートアップ支援事業を進めていきます。今年度も新たなスタートアップを募集して、県内企業にも協力をいただきながら、スタートアップの誘致や新たなビジネスの創出により、本県の経済活性化を目指してまいります。これから山梨で新しいことにチャレンジする人がどんどん増えてほしいですね。